はやぶさは、はやぶさ木はやぶさかはやぶさ族に分類される、鳥類である。はやぶさの分布。緑の地域では流潮、木の地域では夏鳥、青の地域では冬鳥。地球上の南極大陸を除く地域に分布する。日本首相名ペレグリヌスは、外来の、放浪するの意味である。寒冷地に分布する、個体群は、冬季になると温帯域や、熱帯域へ移動し越冬する。 日本では、アシュハヤブサが、中年生息し、冬季に、アシュオハヤブサが越冬のためまでに飛来する。メスの方が大型になり、全長はオス38から45センチメートル、メス46から51センチメートル程度である。翼開長時は84から120センチメートル。体重0.5から1.3キログラム。頭部の羽衣は黒い。頬に黒いゲ状の反紋が入る。 体上面や、翼上わの羽衣は青みがかった黒。喉から、体下面の羽衣は白く、胸部から体側面にかけて黒褐色の横縞が入る。眼形は黄色く、光彩は暗褐色。くちばしの色彩は黒く、基部は青灰色。くちばし気部を覆う肉質は黄色。角亜種の映像値早ぶさは19亜種に分けられる。 人が建設した高層ビル群での映像例も確認されているものの自然界でのハヤブサは河川、湖沼、海岸などの周辺に生息する。植生は動物食の猛禽類で主にスズメやハト、ムクドリ、ヒヨドリなどの体重1 8キログラム以下の鳥類を食べる。獲物は飛翔しながら講子で捕らえたり水面に叩きつけて捕らえる。 水平飛行時の速度は100前後、急降下時の速度は、飼育しているハヤブサに疑似餌を捕らえさせるという手法で計測したところ、390を記録した。和名は、早い翼が転じたと考えられている。繁殖形態は卵生。巣を作らずに、日本では3月か4月に、3個か4個の卵を、断崖のくぼみにウむ。主にメスが放卵し、 放乱期間は29から32日。ヒナは孵化してから35から42日で巣立つ。生後2年で生成熟する。開発や採掘による生息地の破壊などにより生息数は減少している。1993年に絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律施行に、伴いアシュシマハヤブサとアシュハヤブサが 日本における気象や生動植物種に指定されている。イギリスでは太陽光発電所の太陽光パネルに糞をするカモメを追い払うためにハヤブサを定期的に放している発電所が存在する。その一方で現代の都市部は彼らが映像する断崖絶壁に類似した高層ビルが多く、また獲物の小鳥やネズミなども確保できることから高層ビルに生活圏を移して 個体数を増加させつつあるとの指摘もなされている。ありがとうございます。